辺境ラジオ皆さんこんばんこばは NBS アナウンサー西安です辺境ラジオは神戸住吉から神羅万象を照射し続ける地の伝道師内田る外風館館長そして日本全国進出規模すあらゆる方の心をケアして回る旅する精神科医名越康文先生そして私、西安氏がアメリカ中国ではなく日本の東京ではなく関西の。 テレビではなくラジオのつまり中心ではなく偏狂からこそ見える物事の本質を健全なる親父目線で語る不定期ラジオ番組です今回は私一人でスタジオに入っておりまして3人は揃っているんですがそれぞれ別の空間にいるというリモート収録でお届けをしようということになっております内田先生こんばんはこんばんはよろしくお願いいたしますよろしくお願いします奈子先生こんばんはこんばんはよろしくお願いいたします えー、内田先生は今はご自宅。えー、外風館ですす、はいはい、自宅主催からおお送りりしておりましてま <laughs> <laughs> えー、そして名越先生はちょっと不思議な感じなんですけど同じ毎日放送にまでは足を運んでいただきながら、はい、別の部屋でちょっと実験的なな試みなんですねねこれね、まあ、実験的というか、うん、もうここまで、えー、しなくてはならないという状況では感染状況はないんですが、はいえー、この2ヶ月ほどは世の中はそして放送業界はこんな感じで放送なり収録なりしてましたよという状況をこの辺境ラジオもやろうと。 それでいつもとど、ど<る>何がどう違うのかってことも含めて。これはね、これは難しいです。だって。名越 <laughs> 先生の顔が見れないっつうのがね、とても辛いもん。<laughs> ちちさい西さんの顔はね、今こんな顔してるってなんとなくわかる。名越先生がどんな顔してるかってね。割と予想がつかないんで。名越 <laughs> 先生が暴走する時ってさ、僕と西さんが顔を見合わせてさ。<laughs> うん ちょっと目くませしたりすると名越先生も気が付いてさあ,、ね、ああ、この辺で止めた方がいいかなみたいなリアクションがあるけども今日はタガジェットシンガーサーベル持ってリング外に出る感じですよねありがとうございますいやもう全然今日は平和ですよ僕はあそうですか、はい、もうミントでいろいろお話をさせていただいたのでもう喋ってきちゃったからガス抜きが終わってますガス抜きが終わってます、はいああ 内田先生は本当にあの頻繁に新幹線に乗って東京へそしてまたあ神戸へというふうに行ったり来たりの生活を普段はされてますけどもこの2か月、3か月かはどんな感じだったですかいやもう本当にあの最初7週間ぐらいはうちにこもってましたねあの道場が道場って密閉,密,閉密集密着空間なので、ええ、れあれ、窓なかったでしたっけ <laughs> 窓ありますけどもね窓開けたって、でも密集と密着は体術ですからね,ああかね避けられないわけで、うんでね、だからあの兵庫県内で感染者が一人でた段階で、うん、あの稽古をお休みにして、結局、うん、7週間お休みしました、うん先週、先々週からちょっとずつ平常運転してますけど、うん、だからずっとうちにいて、ですね、うん、寝てました、よく寝ましたよ、あ,<ら>あの寝るのって体力いるってご存知でしょ。うん あの寝すぎると何か体が重くなってくる感じあります。あのね相当体力ないと寝られないんですよ長い時間は。でね最初僕ねあの7週間の休みの前半ぐらいはね89時間ぐらい寝てたんですよね。で毎日8時間9時間寝て朝稽古もないから朝からずっと寝ててそしたらどん,どん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 体力が回復してきて、はあ、そうするとね、はあ、11時間とか寝られるようになったんですよとうとう。はあ 寝て体力を回復すると寝られるようになるそうなんですよ<っ>だからほら寝ら,寝らんなくなると、ね、<っ>不眠症ってあのネガティブス,スパイラルじゃないですかは<っ>寝らんなくなると体力が落ちてますます寝らんなくなるわけで <laughs> 寝てるとねいや僕今回分かりました本当にいろんな外に出る用事が全部なくなっちゃって、うん、稽古もなくなっちゃって、うん、寝て,っていればいいってなったらね体力がどんどん回復してきたらね よく寝ました。なんか水に潜る体力みたいな感じですね。<ー>なんかイメージとしたら深くこう潜れるみたいな。あ,あ、<ー>そうかもしれないですね<そ>ああ。あの気持ちの持ちようというかはなんかこう塞ぎ込んだりとかそんな感じはなかったですか？そうですね。あの原稿は大量に書いていたので、うん、で結果的に溜まりに溜まったいろんなあちこちの不斉の原稿を全部片付けたので、うん、なんか割とあの清々したっていう感じですね。うんは あとお野の,の稽古はずっと続けてたので、尾、うん、のの稽古ってほとんどマンツーマンみたいなもんですから、密集じゃないので,、うん、で、先生も全然表に出ないから、先生も感染のしようがないので、うん、だから、歌いの稽古と姉妹の稽古は、よくやってましたね。はあ、で名越先生は旅する精神科医ですが、はい、旅はされて。ああだから、まあ あの母親がね、老いた母が一人大阪にいますので、うん、2>, 2週間に一遍はやっぱり、顔見に帰ってました、うんで、うん、まあでも2週間に一遍ですけどね、<ー>それであの大阪の仕事を終えて、また東京に帰る、だからね、んこんなこと大しけど、全く僕はあのスケジュール、あの講演、講座は全部吹っ飛ん,んだんですよ、全部なくなったのであのその、旅だけはできてたっていう、もう旅をしなかったら僕、死にますから。 うん死んじゃいますから旅しないとだめになっちゃう、ねはい、あのサメと一緒でサメって浮き袋を持ってないでしょだからずっと泳ぎ続けないといけないんですよ、はあ,あサメって浮き袋ないのないんですって<ー>やっぱりもう原始的やから<ー>だから僕もあの「安田昇とかさそのど,ど,ど真ん中の国に」 <laughs> 一度だけ新幹線乗ってるでしょ。<は>もうね綺麗、うん、に一両もう本当にあのえー、っとね横浜からとかなんかもう名古屋からとかなもう全く一人やった時ありました一回だけ一両につき一人一人はちゃもう最も健康的な空間。 僕も一番、うん、最後に乗ったのが3月の中旬ぐらいだったんだけど、新幹線、<は>その時ももう確かにそんな感じでしたね、はいえっと、最初乗ったら、新大阪から乗った時4人でしたからね、うん、京都で何人か乗ってきて、うん、でもそれでも10人ぐらいでしたね、全部で、ね、新横浜まで。 そ,うそ,うでその時に初めてそのリモート講義っていうのをやったんですよ、総合大学で僕、うん、客員教授やってるでしょ、はあはあ、それで、うん、あの釈先生のところに行って、それでその釈先生と2人で対談形式の、あのー、講義をしましまたどうなんですか、あのあのズームなりその、リモートで画面で講義をするっていうのは、あの伝わったとか分かってもらった。<laughs> っていいう実感みたいなものはあそれはねあんまりないんですけど、うん、あの世間の人は知らないかもしれないんですけど釈先生はものすごいサディストなんですよ。<laughs> これはねいやほんまに僕一度ね内田先生に内田先生あのマージャン一緒にやるでしょマージャンって性格が出るって言うじゃないですかうん本当にねあの人はね他の人にはね仏様のように優しいんですけど僕にはすごい S なんですよ <laughs> だからそのすごい質問も難しい質問を僕に矢のように投げてきてそれをこう1時間半答えるのでもう汗だくだくで学生がどう反応してるか当然わからないじゃないですかでもね授業としたらすごい白真のなんかパッキャオ対なんかシュガーレイレイなどみたいなよくわからないけど時代が違いすぎますけど。 ででもあれですね一人でマイクなりカメラに向かってしゃべるのではなくてそこに釈先生がいるとまただいぶ違うでしょうねもっと強く攻めてっていう感じになりましたね <laughs> もっと強くっていう感じで船越先生の方はあは若干その M 心に火がついた感じあの僕は普通は S なんですよ、はあ、でも釈先生の前でだけ M になるんですよだから向こうが超 S なんですね またこういうことをすると、あの浄土真宗の方から、お叱りを受る本当ですよ。<laughs> でも、僕とし、僕が知ってる限り、釈先生って人は、あの、ご自身は僕はすごく、あの、アグレッシブな人間なんです。本当はすごい暴力的なんですっていうふうに、はあ、あの、カミングアウトはするんですけど、ね。日本人、日本憲法やってましたもんね。 うん、見たことない、ね日。日見をやってらっしゃるんですよね。そうです、ね。日見って基本的に喧嘩、ね。喧嘩。もう喧嘩んです。極めて実践的な憲法。はい。はい、そ,うそうです。そうです。はい。え、でも、優しい印象ですか。八郎<う>先生の。眼力をしても。あの、僕が知る限り、僕と一緒に、あの、いる時は、あの、仏様のような人ですよ。うん、ええー、そうなんやあの。釈先生が、それこそこう、攻撃的なことをおっしゃるとか、あの、イライラしてるとかっていうの、を全然知らないですけどね。 僕はね、微妙に分かるんですよ、それが。普通の人は分からないと思います。イラッとしてる感じはちょっとありますけど、だけど、だしませんよね。なんていうのかな、今ちょっと俺、イラッとしましたっていう感じの柔らかいオーラが周りに来るので、みんな、スーっと、これ以上、作戦して、なんかちょっかいしないほうがいいね本て。 本当にあの表情一つ変えずに <laughs> 今のパーピンはむかっとしますねっていうふうにこうニコニコとおっしゃる感じはありますがうわ僕もそれやと3メートル離れますわす、ね、<laughs> 蹴りが入ってくのちゃうかなと思って僕やったらはああの人はねあの人だととにかくねただ者じゃないですからねマージ麻雀打つ時の真剣さまやっぱりそうなんですか あれほど真剣な人はなかなか見ることがないですね。うもうちょっとみんなだらだら打ってるんですけどね。釈、えー、先生はね。だ、たぶ釈先生日常生活の中で攻撃性をリリースできるのっていうのが。まあ、そうかもしれない。普段ね、釈先生はどっちかと上の空ですよ。 ははもう僕のミスなん結婚的には僕のミスなんかも許してくれるし勉強ラジオ聞かせるのや,やめなきゃダメですね日頃全部あの人 <laughs> 上の空でもだからほんまにもう阿弥陀世界に半分行ってはるんですよ三田の世界にでも麻雀の時だけは現世なんですね分かってきたもうだいぶあ重要な情報ありがとうございます<ー>いえいえこんなことをラジオで応援していないそうですね <laughs> これあの、三人がバラバラだとどうなるのかなと思ったら、まず三人が知ってる共通の知人の話を始めるってことが分かりましたね。そうですね。これ、リズム合わせる。これが、あの、やっぱみんなそれぞれ、あの、顔を見合わせてないと。想像できる、なんかビジュアル的に何かわかりやすいもの、想像しない、と話ができない。面白いもんですね。みんな想像してますね。釈先生の顔ね。 あの前回の偏京ラジオがですね1月の19日の放送でこれがほぼあの日本の国内で新型コロナウイルスの感染者が見つかったのと同じタイミングなんですねえ19日オンエアで,でえ日本国内で中国・武漢に渡航歴のある神奈川県在住の30代の中国人の男性の感染が確認されたのが1月の16日ですから。 だからほぼ、辺境ラジオを収録してたタイミングと、タイミングが一緒なんですねな、ね、なるほどなんか1月の半ばから、<laughs> えーまあ、その時点で何かなかなかその先を見通すのは難しかったかもしれませんけども、緊急事態宣言があって、えーまあ、その前にあのダイヤモンド・プリンセスのクルーズ船内での、はい、集団感染が実質、まあ、起こって。 えー、でその後、国内でも感染が広がって、えーでえー、関西でも広がって、東京でも広がって、北海道でも広がってという状況になって、えー、緊急事態宣言が出て解除されて、でまた収録している今日の時点では、また東京なり北九州なりで、うんえー、感染者が増え始めているというような状況東京アラートですよ。よ東京アラート、ね、アララーートトねでです、えーで ええー、まあコロナと無縁ではないんでしょうけれども今アメリカではなんか国が割れそうな状態になっていていい、ね、れいこれを、えー、トランプ大統領は収束させる気がないというか <laughs> 彼の収束のさせ方は武力鎮圧だということなのかこれ宇田先生コロナと無関係じゃないですよねあ無関係じゃないですあのコロナ対応にトランプさん大失敗しちゃったわけで、うん、初期に大したことはないって言って、うん、なんかあの チャイイナウイルスとか言って中国に全部責任をつけてやってるうちにまあ初動に失敗したせいであのすごく拡大したのとあとアメリカの場合っていうのはねこれ名越先生もご存知でしょうけども医療保険制度が全然整備されていないのであの無保険者が3000万近くいるわけですよね。でこの人たちはちゃんとした治療を受けられないでまたこれがその人種あのエスニックグループに分かれてるわけですからまあ特にその黒人 の集団がですね、うんあの、感染者が非常に増えていて、で結果的にですねその、うん、この人たち、適切な治療を受けられない人たちっていうのが大量に発生した結果、まあ、何百万人っていう感染者が出て10万人死んでる、多分これからともっと死者が増え続けるわけですから、結局今度、アメリカで感染が広がった最大の理由っていうのは社会構造の問題なわけですよね。うん、た単なる あの感染症対策の失敗ってこと、割と構造的な問で、うん、バンクシーの絵がねその後いろいろ物議が面白かったですよねあのバンクシーの絵はあれはイギリスでしたよねイギリスの病院でしたよねで子供がぬいぐるみで遊んでるんですけどそのぬいぐるみが、えー、バットマンでもなければあ他のスーパーヒーローではなく医療従事者 看護師さんのぬいぐるみを持っていると、でこれが、えーまあ、今、このタイミングで頑張ってくれている医療従事者に対するバンクシーのエールだというふうに、まあ、日本では伝えられましたが、こうやって世の中はころころとヒーローを使い捨てにするんだというアイロニーだという解釈もあって。あれ,ねまあ、あれが黒人っぽく見えましたからね あのヒーローがあの手足が黒くてこれどう考えてもこれ黒人の看護師だろうとうで、まあ、僕バンクシーは結構追いかけててバンクシーの映画なんかも見たんですけど、うん、僕こんなこと言って本当これはまたこれは炎上も,のもなるべくここ聞いてほしくないんですけどバンクシーがね <laughs> バンクシーがそのね あのコロナのためにエールを送って、本当に称賛してるんだっていうニュースを見たときに、僕、それ、無視、ニュースの中身を読まなかったんですよ。というのは、えバンクシー、焼きが回ったなと思っちゃったんですよ、そんなことをするスタンスじゃないだろうと思って、ほ,<う>ほんで、3日ほど掘ってて、いろいろ読んだら。 これヒーローとされている看護師スーパーマンは黒人じゃないかっていう声が上がってきて、うん、これは違うぞ、ぞ今まさにまあの内田先生がくしくも言われたこれってすごいこういうあのヒエラルキーというか人種的構造を皮肉ってるんじゃないかっていう意見が後からどっと出てきて、うん、あそれだったらバンクシーっぽいと僕の中での、ね、イメージですよ。 いろんな読み,読み方をして正解はないっていうかすべてが正解だと思うんですけどあそれだったら分かるっていう感じ正直思ったんですよね、はああそんなシンプルなメッセージを発する人ではない,いではないそれは、うん、バンク氏が一本だけ作った映画なんかを見ていただくと結構僕の言ってることが100人に1人ぐらいはなんかちょっと共感していただけるかなと思うんですよそりゃすごい皮肉の利いた人ですから。うんうん あのそのアメリカで、まあ、人口が3億3,000万で感染者が180万弱亡くなった方が10万4,000人ですねでイギリスでも人口6700万に対して感染者数が27万亡くなった方3万8,000イタリアもほぼ同じような数字なんですが日本はその対応を 病が後手後手に回ったという批判が国内では結構あって世界中から批判されてました変わらずの頃は人口サイズでいうと1億2700万でまあまあしかも密集して暮らしているんですが、えー、累積の感染者数でいうと1万7000人、うん、で、はい、亡くなった方はあ900人弱ですかねそうですね1000人いってないんですよねはいこれはえっ、ー、と名越先生これ 結果的にうまくいったこれはねあの、僕はもうこのこと、3月ぐらいからずっと気になってて、うん、4月の少なくとも半ばには、これ、日本は、まあ、もちろんあの韓国とか台湾とかは、でも韓国とか台湾はかなり強烈にあの施策をしていると僕は思うんですね、実際行ったことではないけど、うん、日本はもうゆるゆると言えばゆるゆるやったんですよ、うん、ロックダウンというようなもんじゃないですから、うん、自主的な緊縮で,で。しかも グラフを見ていると非常事態宣言を出される前にそのピークアウトしているということはほぼ今のところあのあのだんだん学者さんたちも認めてくださっているらしいんですけどその前にピークアウトしていたということはまあ今のところの情報ではほぼ確かでだから、要するに全くそのいわゆる謎なんですね。 だからあえて言うと、はい、今の僕的に言うと、まあ、僕も100、200読みましたけど、だただ僕はあの本当にあの世の中の医者と一緒で、統計学が分からないんですよ、だから西浦さんがどういう計算をしているかが本当に皆目分からない、そういう素人だけど医療のことは一応分かってる立場のコメンテーターが言うと、うん、まあ全くのこの偶然ですよね偶<然>あの、何か施策が良かったというよりも、<は>あえて言うと、 本当に運が良かかったというかでその運が良かったのは何かということはいまだにあの重要な要件としては例えばあのもちろんあの生活形態で握手したりハグし,しないとかね、うんえー、靴を脱ぐとか、うん、風呂に毎日入るとかって言われてるけどそれはもちろん効果があると思うんだけどそれだけでねそれだけでそのこれだけの差。 二桁違うわけですから、これだけの差がつくとはやっぱり、臨床医的感覚でいうと、とても説明つかないんですよねうこ内田先生はど、どうご覧になりますかえあの僕は専門家じゃないんですけど、うん、あの岩田健太郎先生、学の先生、はい、お友達なので、はい、あの時々会って、まあ、このところ何度か会ってお話し聞く機会があったんですけど、全く同じこと言ってましたね。あの 謎だ感染症対策としては、まあ、初期はまあ,あれでよかったけど、途中からあとは明らかにいろんな形で後手に回って失敗してて、うん、効果的な打つべき手を打っていないにもかかわらず、うん、これだけの感染者とこれだけの死者で済んでるっていうのは、うんあの、分からないって言ってました、であの分からないって言った、だと SARS がありましたよね、はい、2002年から3年にかけての時に、うん あの時もものサーズは世界的なパンデミックになったんだけどもで、日本の感染症医も、もうみんな奮い立って、来るぞって言ってて、うん、ドキドキしながら待っていたら、感染者ゼロだったわけですよね。用意していたサーズのワクチンって全部捨てたっていう話をあそこで聞きましたけども、うん、だからその時も、なんでサーズが日本には来なかった、中国とかね、台湾とか、えらい目にあったはずなんですけど、うん、なんで日本には来なかったのか、これもわからない。うん だからあの感染症のやっぱり感染症があるね、あの国境線越えて、川越えて、海越えて、あるところで流行り、あるところでは流行らないって言って、関与するファクターが、そのし自然的なファクターであったり、それからあの、ね、あの、なんでしょう、それこそ体質の問題であったり、生活習慣であったり、そういう b c g 打つとか打たないとかあったりね、あとその保険医療制度が整備されてるかしないとかいう社会構造があったり、人種差別があるとかですね、もう、 関与しているファクターが多すぎて、うん、どのファクターが決定的なのかってことが分からないっていうのが本音のところなんじゃないですかね。いやもう全くその通りだと思いますよあの、いわゆる科学者っていうのは予想で言ってはいけないわけじゃないですか、特にその専門領域においては、うん、そういう意味で厳密に言うと、分からないということが正しい答えですよ、うん、そうですね。はい、そのうちかかかかるかもしれななないいいけど今はらら で可能性として生き残っているのがいくつかあって、うん、もちろん生活習慣とかっていうのはみんな言うんですよ、はい、それこそあの有名な尾,尾身先生も結局日本の生活習慣それからあと歴,歴史的な,あのなんかそういう文化って言わはるんですけどそれだけではやっぱり説明できなくて山中先生なんかは iPS 細胞の山中先生なんかはあのファクター X ってそれ以外にもファクターがあるけどそれはいまだにわからない。 <で>うん、生き残ってるのは、あとは人種的な、あの何か遺伝子的なものも今、一生懸命調べてるんだけど、出てきてない、うん、それから BCG については生き残ってるが、まだ BCG だというだけの証拠はまだ上がってないと、僕は個人的にはあの、肥満率とかも関係あるなと思ってたんですけど。 そうですね、やっぱり日本は、肥満は関係すごくあ高度の肥満っていうのは、やっぱり日本は欧米に比べるとかなり少ないっていうのもあるけど、でもそれでもね、これだけの、これだけ向こうは、同じ比率でいうと、日本は7万人ぐらい死ななあかんと思うんですよ、フランス、イタリアが3万ずつぐらいでしょ、日本は1億2000万だから、7万人近くは死なないといけない、それが900人ぐらい、1000人いってないですね、まだ。 だからあまりに桁数が違うというかそ謎ですね、謎です。ただあの、感染の状況がよりシリアスというか深刻な状況なところであっても指導者が例えばニューヨークのクオモ知事なんかもそうですけれども評価が上がる人もいれば <laughs> あの日本の,その手のちようといいますか でしょう例えばまあクルーズ船なんかを見てるととど、えー、め置いて14日間の間に検疫を行って下船してもらいますとで理屈の上ではあ、えー、ちゃんと検疫を終えて、えー、陰性だったら感染しているはずはないので、うんえー、お帰りいただいて結構ですと言って結局、感染してたということは、うん、あのどんな素人が見てもあ失敗。 ししましたよねっていう話なんですけど未だにあれについて失敗だとはまあ日本の厚労省認めてないわけですよね中でその治療なり検疫に当たった d マットの職員があ感染したりということも含めてであったりとかあるいはマスク2枚配るのに、えー、検品に8億さらにいりますでなんだかんだでトータルいやあの要調べたら260億で済みましたとかもうちょっと、うん、あの 若干尻滅裂な感じに、そうさ先生、なってますよね、うんな。統治機構が感染症に関して言うと、うん、本当に事態をきちんとグリップできてないし、うんまあ、何が起きてるかよく分かってない、一応、それでも指示は出すんだけども、うん、恐るべきことは、指示が物質化しないってことですよね、うん、この本当に、うんあのど、どっかにこうなんか目詰まりがあるとか言ってましたけどもね、良い、ええ、形の仕組みを作ったはずなんですよ、はい、ずっと。 はい、安倍政権7年間でトップダウンのですね,いいね、うん、もう本当にご現場には一切自由裁量権認めないでもうトップの指示が下まで末端まで作るようにしたっていう7年間やったあげくに上の指示が下に通らないっていうですね、えー、で誰に聞いても分からないっていうね、うん、マシーンそのものがもう完全に 機能不全に陥ってるっててるいう気がしますねアメリカなんかの場合でもそうでしたけど結局連邦政府がトランプ大統領っていうすごくぐどんで無能な大統領だったわけで失敗したわけですけどもさっきのクオンモ州知事であったりあのカリフォルニアの知事であったりですね各州政府がそれぞれ独自判断で 住民の救出にに向かって,いって非常に活躍したわけですよねだからこの感染症対策みたいなものの場合というのはトップダウンでねやるっていうよりも本当はあの現場現場に大きな裁量権権限を与えてですね自分たちの特殊性を見ながらあのその都度アドホックにどんどん動いていくっていうのが多分一番あの適切だと思うんですけどもあの日本の統治機構ってあの末端の現場の人間っていうのは自由裁量権一切持っちゃいけないっていう形になって。 上の指示があるまで動くなって言われてフリーズしてるわけですよね。そこに持ってきて上からの指示が来ないっていう通ってこないっていうですね形になっていてどっかでどあなんか指示が消えてしまったり分けそれてしまったり目詰まりしたりしてるんだけどもあのどこで詰まったかっていうことを誰も知らないって言うんですね。だからあのマスクの話が一番 これからです、ね、あと何年かしてアベノマスクって一っ何なのかということを細かくあの誰かジャーナリストがです、ね、ドキュメンタリーで調べたらいいと思うんですけども、ね、これあのい,いろんなタイプの,あの勘違いとかあの計算とかが混じり合っていると思うんですけども、ええ、多分,分かることは誰一人自体を把握していなかったとっいうことだと思います。よね きちんとした仕組みがもうなくなってきて、誰か大きな声のやつが、官邸で大きな声出すと、じゃあ、それでいこうっていうふうになっていって、それからとの指揮系ともバラッバラになってるっていう、もう統治機構としての体を成していないっていうことなんじゃないかって気がしますけどね。うん、あの名越先生、ちらっとさっき宇田先生もおっしゃいましたけど、もともとの厚生労働省なり、その出先機関なり、あるいはあその保健所なりと、その医療機関、お医者さん、 との関係ってね、僕ら普段は見えないわけですよ。ところがまあこういう時に僕は何度かね、うん、なんかセロンがちょっと間違った方向に行ってるなと思ったり、うどうやったら分かってもらえるだろうなっていう,ような方ことを何度か感じました。うん、あの例えば PCR が少ない少ないって言われた時期があったでしょ。今も言ってる人いますけどね。そうですそうです。うん、もうそれは。 例えば3月、まあ、ざっくりですよ、ちょっと1週間、2週間、もしかしたら間違うかもしれない例えば3月に少ない、これは、ね、事実やったのう気するんですよ、うん、やっぱりその、例えば医者がこの人は症状からして PCR をしたいって言っても、なかなかそれが目詰まりしちゃったり、うん、あるいは保健所はその特にクラスターのこととかでも、 すまじい状況に恐らくなってたと思うんですよ、うん、だからその保健所が窓口になってもなかなかそこがスムーズに動かないでも4月になってから徐々にそれは解消されているんだけども日本のやり方と欧米のやり方とはやっぱ違うんですよねあるいはもちろん韓国とのやり方も違ってて日本はまず医者が個々に診断してこれは怪しいっていう人を PCR するっていうやり方をまあしたんですね。 それはもう感染症の,あの会議の数ような先生がそれを決断したんです尾身先生もそうだと思うんですけどもでその中では徐々に安定しているんだけども数だけ見るとそれは圧倒的に少ないですよ、ねえー、ですからなんかこう操作してるんだとか、えー、な,ぜなぜ増やさないんだとかこういっぱいちょっと陰謀論めたものまで出たんだけど。うん まあ、医者の側から言うと、それは医者が判断してこの数字なんだから、それは一応信用していいんじゃないかと思うんですよね。うんうん、ところが、いや、これはなんか非常に抑制されてるんだとか、それがもういつまでも、今でも言う人いますよね、うん、それは現場の少なくとも、まあ、これ、一考え方で僕の考え方を無視してくださってもいいんだけど、僕はね、医者ですからね。 でも、医者の側からすると、医者が診断して、これは、は、やっぱり新型肝炎ではないかと。コビットさんじゃないかということをやってるっていうことが。なんか全体的な、なんか陰謀的なものにつながっていくっていうような。伍長は。あの、大変違和感は持ちましたね。まあ、陰謀論。うん、どうぞ。陰謀論は違うと思うんですよ。よだって、あの。 総理大臣自身が1日2万件やれって言って、2万件やれってトップから命令出してるのに、それが実行できないっていうことっていうのは、もうだからあの統治機構の問題ですよね。誰かが あの陰謀論っていうのは全体をきちんとコントロールしている諸悪の根源がいるってわけで,、うん、で全体をグリップして全部分かってるやつがいるっていうのが陰謀論なんだけども今の日本の感染症で全体をグリップしてる人間が誰もいないだから、うん、陰謀論ってのはありえないんですよ。のって、うんあの 上が支持したことがさっぱり現場では実現しないということがずっと続いてきたんだけども、うんうん、にもかかわらず結果的には死者が少なかったっていうことでね、うん、なんか日本式が良かったんだっていうのはこれは問題で、うん、もちろん日本は日本モデルとか言って威張ってたでしょそうそうこれねこれはね <laughs> ラッキーなんですラッキーにも根拠があるはずだからそれを調べて立て直さないといけない、うん、あるいは PCR はあれだけこう縮めてそして え患者さんの入院なんかも非常にこの限定、もちろんね日本の場合は本当にそれが PCR がプラスだったら全員入院させた時期があって、あれでパンパンになったことはあってもねやっぱ医療資源のこの急場の時のすぐ枯渇の仕方っていうのはもう本当に脆弱なんですよ、そこもやっぱりかなり修正しなければいけない、あとまあ僕はあえて言うともう一つはあの42万人死ぬっていうのは。 しょうがなかったのかもしれないけども、あの予測の立て方っていうのは、ああやっぱり明らかにその後う修正を試みななければならないあと、えー、厚労省のクラスター対策班の,あの北海道大学の西浦先生という数理モデル。 がご専門の、まあ、あの専門にしている人が非常に少ない。ジャンルだと聞いてますけれども、お、まあ、その人の、えー。その計算式によると、何もしなければ日本で42万人が。感染すると。いうような、あ、えー。数字が導き出されたということですよね。うん、そ,うそうです。そうです。それについては。42万人が。感染するだけです。いや、四十万人が死ぬっていう。あ、なくなるとおっしゃる。死ぬって言ってます。え、そうです。うん、死ぬって言ってます、ね。 なくなるとおっしゃってたんか。そうですそうです。まあその何もしなければっていうのがその非常に抽象的なんですよ。すね、え例えばまあ咳をするときに口も覆わないし熱が出ても会社を休まないし病院にも行かないしといういわゆる何もしないっていうそのえ概念で人が想定するとそんなことになるっていうまあ無理がありそうな気もしてます。でもあの。 継承を乱打したっていうんでねあの、侮ってはいけませんよってね、うん、うっかりしてるととんでもなくあと実際アメリカ10万人死んでるわけですからね、うん、そのヨーロッパだって数万人死んでるわけだから、うん、日本では、あの、ね、他の国では死んでも日本では死にませんみたいなことを言うぐらいだったら、うんね、ほっといたらえらいことになりますよって、継承を乱打するっていうことは、トータルでは意味があったかもしれないけど、でもどの人の、どの時点の、 どの判断が正しかったってことっていうのはまだわかんないんですよね。そうなんですよ。そう本当に<ー>ずいぶん経ってから振り返って吟味していかないとわかんないそうなんです。だからそれを日本モデルって総括するのではなくて、うん、ここれゼロから始まるぐらいに思わないとあのおそらくいけない。 陰謀,陰謀論は僕もあまり根拠がないなと思ってるんですけどそういうその意図的なコントロールを数字に及ぼしてるんじゃないのっていうふうに思ってる人の脳裏にちょっとあるのはおそらくですけど東京の数,数字がずいぶん少ないねっていう時期があったんですよで、ね、東京オリンピックを1年延期しますって決まった瞬間に数字が跳ね上がったんですよタイミングが。えっていう で緊急事態宣言、あの新型インフルエンザ等特措法のその緊急事態宣言も、なんかオリンピックが1年延期って決まった瞬間に、うん、じゃあって感じでこう動いた。ということは、このお出てくる数字なんかも、ひょっとしてそういうものを忖度して、わざと検査しなかったんじゃないのかみたいなことを思う人はいるでしょうね俺は思ってます。<laughs> <laughs> それは事態をコントロールしてるとは言えないんですよね。うん、あの何が起きているかっていう現状を把握するのを避けて、目をそらしていた。<っ>僕の,あの知り合いの医者が言ってましたけども、厚労省が出してるデータっていうのは、本当にゴミみたいな情報で、<laughs> ええ疫学的には全く無価値な情報で、世界中の疫学者が日本の厚労省のデータ見てがっくりしてるって言ってましたからね。あ,<ー>らあの要するにあのきちんと把握した上で操作してるんじゃなくて、うん、そもそも、あの えー、適当に <laughs> してるってうちゃんと調べないっていうことをしていることによって、まあ、とりあえずオリンピックの問題が出るまでは何が起きてるか把握していなくて事態がとにかくお、まあ、リスクを過小評価する結果的にです、ね、過小評価するようになったけどもそれは別に作為的にやったとは言い難い、はあ、ちなみに名越先生、はい、あの来年の夏東京オリンピックは あのお医者さんから見いや、今の状況っていうかね、そのその第二波が来るか来ないかっていうことがすべてですけど、うん、普通に考えると、第二波はあるだろうっていうのが、大概の学者さんは思ってますよね、えー、それから考えるとないですね、な<い>それは普通に考えてないと思います、まあ、IOC も最近、あのもう一回の延長はないと。 はい、来年できなければ東京オリンピックは中止だみたいなことを言い始めてますから、<れ>もうこれは布石を打ってるんだろうな、うん、そ,そうですね、それこそあのサーズやマーズみたいに、日本では第二夜がまたラッキーが続いてね、うん、このままなんとなく収束していったと、日本がなっても、これ国際的なことですから、うん、もうビルブラジルなんかでもがんがん。 感染者は起こってるわけですから、うん、そういうことを考えると、まあ、あのまあ、ないって言ったら言い過ぎて、まあ、極めて難しいというか、うん、現実的では今のところないなとは僕は思っています秋、10月には分かるんですね、確かね、10月ぐらいに最終的に、えーまあ、判断するみたいなことをあいもう決まってると思いますよ。えやららないいい方向ででですすすかかかももうう,もう決ままってると思いますよよそそそだから僕はれりの 2> 第2波、なんかいろいろ第2波、第二波の定義もちゃんとしてほしいんですけど、うん、本当の第2波というのは、多分インバウンド、もう一度、この海外からそういうものがもたらされるときかなと、僕、勝手に思っていて、はい、でそれがあったときにですよ、うん、もう一度、いわゆる緊急事態宣言といっても、日本人は本当、従いますよね、今の感じで言うと。 そうすると今、倒産している企業たくさんあると思うんですけど第2波の時なんかでも桁が違ってくると思うんですよ、ぎりぎりでやっている企業がおそらく倒れた企業の10倍以上はあってそれがばたばた倒れる、だからその時までにもう少しは正確なあの42万人から。 900人、800人っていう、あれはちょっと、<laughs> なんとか僕、僕はなんでかというと、やっぱり自殺を目の前で見てるじゃないですか、うん、かそれやっぱり、一番大きいのは、失業率が高まると、自殺率はそれにもう、順当してこう上がってくるんですよね、うん、でその背景には家族が路頭に舞う、そしてたくさんの失業者が出ると、もう地獄ですよね。うん、だそういううい意味でももせめてもう少し X、そのファクターが何かっていうことを、やっぱり追求して、国民もずっと関心を持って、それに基づいて、木散を立てて、どれぐらいの緊急事態が必要なのか、もうそれこそ水商売、それから、あとあ、いわゆるライブハウスですか、ああいう芸事、もういっぺん緊急事態宣言が1ヶ月続いたら、もう壊滅しますね、そこが僕は一番大きなポイントやと思います。 あの今おっしゃったその緊急事態宣言ですけど日本の緊急事態宣言はその緊急事態宣言が出されたら試験制限と、まあ、そのままつながるわけではなくて、えー、緊急事態宣言出されましたので各都道府県知事の皆さんは状況に応じて、うん、外出の自粛を要請したりあるいは休業要請をしたり、えー、医薬品の売り渡しを要請したりということができますっていう段階的なものでなおかつ罰則を伴わないというところで。あの その緊急事態宣言下の社会の中で少なからの人がコロナより人が怖いといわゆる自粛警察というような形で相互監視の目でマスクをせずに家から出ると周りからにらまれるとかだから法律に強制力なり罰則を持たせるべきだみたいな議論も出てきたりするんですけど。 うールですか、ね、うんあの、自粛警察みたいなものっていうのは、やっぱり向こうにもあるらしくてですね、なんだっけな、自警団のようなというか、えー、ありました、ディスタンシングビジュラントとかかとにかく自警団ですよね、その距離取り自警団みたいなのが出てきて、<laughs> 距離が取ってないじゃんとか言って、はいはい、そういうことする人たちっていうのは、まあ、どこの社会にもいると思うんですけどね、うん、日本の場合っておっしゃる通り、結局、その、 曖昧な要請ていう形だったので、えー、結果的にそのあのー、間を、なんか、そのなんでしょうね、昔の隣組みたいな感じで、金棒、えー、引きの人が出てきて、ですね、うん、他人を罵倒したりとか、ですね、うん、県外の車を煽ったりとか、傷つけたりとかいう、ですね、うん、そういうあ暴力行為に走る人が出てきたわけで、これってアメリカでやってる略奪なんかの前のとには同じですよね。うんその ある種のこう社会的な状態の中で一種のこう無法状態が生まれて今だったらこういう大義名分を掲げたときに人に向かってえ傷つけたりですね相手に罵倒したりとかですね暴力を振るったりとかしても処罰されないっていうようなそういう保障があると突然暴力的になる人っていうのは我々の社会一定数を含んでいるわけであって僕の計算では勝手な計算ですけど多分名越先生そんなに違う。多分 全人口の5%から7、8%ぐらいというのは、処罰されないという保証があった途端に弾ける人いるんですよなので、うん、ね僕ね、ねこういう人たちが、うんうん、あどうですかこのパーセン明確になんかね、黒覆面してサングラスかけたんじゃなくて、本当にある,、うん、ある瞬間、切れて相手に重傷を負わせるっていうような可能性のある人は、やっぱり、うん、あの数パーセントぐらい現れると僕も思います。 もう僕なんてあの電車乗るときマスクってあの基本的にはネクタイぐらいのつもりでしてますからねもうあの効果があるなしというよりは人からのやんやん言われるのが嫌で <laughs> してるだけみたいなところが正直あって、まあ、もちろん自分が咳が出たり熱が出たりしたらもうそもそも電車に乗りませんし家から出ませんから。あー、あのー まあまあまあ、マスクについてはいろいろと思うところはあるんですけど、あのこれもさっき、うっかりスーパー行ったときにマスクしないで行っちゃったんですよ、近くだから、はっ <laughs> と途中で気がついたら、僕の顔、じろじろ見るんですよね、<ー>何をと思ったら、いけね、マスクしなかったと思ったらね、よくよくで、マスクしてない人いないかなって、もしかたらねあの、スーパーに一人もいないんですよ、ね、一<う>人だった今日も電車乗ってきましたけど、一人もいなかったですね、マスクしてない人。<laughs> あの この自粛警察についてはあのファシズムの研究をしている江南大学の先生がいてですねそれこそゲシュタポーもそのものすごい組織であの網の目のように国民を監視してたわけではなくて密告によって効率よく、ねまあえー、思想犯を挙げたりあるいはそうじゃない人を捕まえたりっていうでただ、そのゲシュタポーの密告に関して言ってもほとんどが実はもともと、うん 人間関係ののトラブルあった恨みつらみをあいつはナチの悪口を言ってたとかあいつは赤だとかそういうことを密告してたということもおっしゃっていただいてましたし日本の場合には大人数で出かけないようにっていうような自粛のお願いをするとヨーロッパの場合には散歩は2人まで3人はダメっていうふうに目それが。 あと数百メートル以内とかっていうような規約もありましたね、パリとかねあそあの自宅からえと。パリはジョギングは OK だが、一人で自宅から1キロ半径1キロの,あの園内で行うこととかっていうふうにう、までね、犬の散歩だと多めに見るとかあるから、隣の犬を借りて自分が散歩に行って、ちょっと行きつないでるっていう話も聞きました<う> <laughs> だから、あの指示が曖昧であることが一つ、空気を読む必要性を感じさあの生じさせて、同調圧力を高めてしまう。 それから正義の側にいると思うと暴力性のブレーキを解除する人が一定数いるこれは、まあ、あの先生おっしゃっていただいたこと、ね、でただ、まあ、じゃあ強制力を持たせるべきですかっていうふうに聞いた時にはあのじゃあ3人で出かけてたら逮捕あるいは罰金っていうふうにな形を伴って試験制限するにはもう少し民主主義の市民的成熟が必要であると日本の場合は。うん そうですよもし実際に罰則を設けたら、自粛警察がさらに調理を待っていますますます同調性が高まって、自粛警察は、それこそね、バッジかなんか作ってね、本当に、そうそう、みんなで鉢巻きしたりとかね、日照機かけるとかしてね。 悪い子は稲がみたいな感じでね散歩してるやつがいて、ね、絶対に相乗効果でもうね暗黒の時代になりますよね。うん、あなります本当にそれはねあの罰則なんかもけない方がいいと思うんですよ日本の場合は。<ー>うん、怒られるかもしれないけども僕は3密を回避すること飛沫を回避することっていうことがあの主軸だと思ってたので。 ステイホームはその一つの分かりやすい方法論なのに、いつの間にかステイホームが目的になっていると、手段じゃなくて目的化してるっていうことで、僕はね、当初からね、ほんまによくそれでテレビは僕を使い続けてくれたと思うんですけど、ミントでも当初からステイホームは間違ってますって言ってたんあれはやりすぎだと、だからそれ自粛警察はもうそれ狙ってるわけでしょ。 3、うん、密を回避して、裏道で誰も通ってない裏道を散歩するぐらいは全然 OK だって僕、当初から言ってたんですけどす、ね、やっぱりあのステイホームって、いろんな有名な歌手の人もステイホーム、ステイホームで歌うけど、僕はすっごいきれいな言葉です、実は。なるほどあれはすごくちょっと、善悪の区別をそこでつけて、他者を攻撃するための格好の言葉になんかなっちゃった、うん、ですよ。結果論としてなっちゃったのうな気、僕します。なるほど あの先ほどニューヨーク州のクオモ知事ですとかそういう話あと,えとヨーロッパでもマクロンとか支持を上げたりしてますけど日本ではあの大阪府の吉村知事がえ今あのフラットにアンケートを取って次の総理大臣は誰っていうのをやると圧倒的に吉村さんの名前を挙げる人が多いという状況なんですが内田先生はこの間の大阪の施策吉村さんの発信の仕方 <laughs> どんな風に。いやー、僕テレビ見てないので、本当に申し上げにくいんですけども、はい、ずっとテレビに出てるわけ、60何回だっったかな。ええー、出ましたね。あの、ま,だからまあ、言ってしまうと、あれですよねこ、こういう、あの。パニックを使って、それ非常に政治的に利用したっていう。感じがしますね。あの、なんつうのかな、僕はとにかく、あの、維新の方たちというのは、あの人たちが。あげる。 あの統計的なデータとかエビデンスとかっていうのは全く信用してないので本当に申し訳ないけど <laughs> だって実際に、ね、大阪の場合っていうのはもうね医療機関っていうのは非常に維新の機関中に統廃合されたわけじゃないですかそれがまあ実際に医療崩壊を迎えたわけだのにそれからあとだってなんか甘がっぱ集めろとかなんかね <laughs> あのこうなんつうのかなやったことはまあ国とそんなに大差ない。 どうも、まあ、よくやったところもありますけども大方の,あの都道府県ってそんなに、まあ、あの50歩、100歩だと思うんですけどもそんなに自慢してですねあのこれだけの功績があったって自慢できるような実績が本当にあるのかそれをあの、ね、大阪のテレビ局とかには全く検証しないで持ち上げてるっていうのは僕はもうすごい気持ちの悪さを感じますね。ああのまあ 維新にすればあいわゆる念願である大阪都構想の住民投票があ、まあ、このままできれば住民説明会も含めてやっちゃって11月に投票したいなというふうな話で、えー、維新としてはそれこそいい流れを,を掴んだということが言えるかもしれませんしあの東京の小池知事にしてもお選挙を控えているという状況ですからあの打つ手打つ手の時に選挙を意識しない投票を意識しないはずはまあ ないですわねね、うん、それは名越先生はどうご覧になってますかその通りだ <laughs> <laughs> と思いますでも、うん、まあなんていうのかな、うん、投票選挙っていうのが人気っていうところに依存している現状では、うん、もうそっちに流れるだろうというふうには思いますね、うん の他にも WHO、この後どうなっちゃうんだろうかとか中国はこれで、まあ、もちろん存在感は、えー、高まるのかもしれませんがアメリカはどうなるのだろうかとかいろいろなところに興味があるんですが、うん、ちょっと今回はあ1時間という時間限定であ,あと5分ほどしかないのです。も<え>、はい、もうううああ分でで終わりですあ分で終わります <laughs> あそうなんですかじゃははい、はい でも、これ以外のトピックってもうないですよね、あのま、コロナの話でであえてあえて伺いたいのは、ですねあの今、そのコロナ収束に向かいつつあるという前提で、社会活動を再開している中で、例えばあの、えー、接待を伴う夜の飲食店、例えばラウンジだとか、<laughs> えー、いわゆるクラブと言われるようなところが、<laughs> はい、非常に、まあ、平場の目線で見ると滑稽なことになってるわけですね。 あの、うん、ものすごい高いお着物を着たお姉さんが、えー、雰囲気ぶち壊しの,あのフェイスガードをしてですね <laughs>、えー、あのねケスキューブリックのね <laughs> あのあの時計仕掛けのオレンジみたいな感じになってるんですよあのソーシャルビッんスすよ1メートル離れて。 あの接待をしてくれるわけですのきょ、ね、う今日思わずね僕ミントでねこれはね、うん、ある意味非常にこのエロスを感じますねとか <laughs> ちょっとごめんなさいミントのあの格調高いミントをちょっと汚したしてしまったかもしれません。とかライブハウスでもあの「みんな頑張ってるか!」「乗ってるか!」「イエーイ!」って「コールレスポンスはなしね」とか「うん、全員座って」とかあ,<ー>あと小さなライブハウスでステージと客席の間の距離が保てない場合には「 ステージと客席の間に透明のカーテンもしくはアクリル板をとかですねこういうのがえまあワクチンができるまでのあんなこともあったねーなのかこのままひょっとして何か定着するものがあるのかまあこの状態で第2波とか迎えちゃうと本当に夜の飲食業なんて。 もう,う、ね、絶滅しちゃうかもしれないしない、ね、大体ね、固定費が高いですからね、しかも新地とかはものすごい高い場所ですから、うん、なんか根本的に変わったりしますかねいやどううなんだろうただ、いくつかの,、ね、あの業界が壊滅的なあのことになるっていうことは間違いないですよね、うん、まあ今、まだ表に出てきませんけども、例えばそのホテルとか観光業界とか、小売、はいはい、ルにしてもサービス業にしても。 これからあとどれぐらいの、いつ,いつぐらいの時点で、さっき、なこさんおっしゃこれから今の何倍、何十倍っていうような数の事業体が倒産したり、廃業したりするっていうことは、大いに考えられますそうするともう本当に世の中の風景が一変しちゃいますよね。もうそこら中、もう店が全部閉まってて、本当にシャッター商店街になっちゃうっていう。 あのやっぱりヨーロッパでこの広がってるウイルスと、アジアで広がったもの、まあ、ヨーロッパ株も入ってますけどね、日本には。うん、でもその間の関連性とか、うん、抗体がどっちにも効くのか、あるいはもともと抗体はどれぐらい効くのか、うん、もうそういうこともまだ本当に研究中で分かってないので、でね、じゃあ本当に、えー、ワクチンが効くのかということについても100、100%効くという人はほとんど専門家ではまだ。 いないと思うんですよ。ということは、うん、本当にあのいつの段階で、うん、この身体接触に関してまあね昔の映画とか見たらなんか逆にもこっちがあの世界に行ってるから、はい、なんか回し飲みとかしてたり <laughs> なんかベチャベチャくっつき合ってたりすると、はい、<laughs> ああとかだからあのそれこそ最近作られるあのドラマとか映画とかで言うと主人公の喫煙シーンなんてほとんどないんですよね。あ そうですね、だから隣でお姉さんがお酌をしてくれるっていうシーンがあってたらああ、これコロナ前のやつだっていう,う <laughs> ご返杯とか言うてね、ちゃっちゃってん渡すでしょ、ああとか言うて、そんなことになるかもしれないです、ね、で100万個みたいなもうそれはね、でもね、うん、それ河野先生あたりはほんまにもう憂慮してるけど。はあ もう人間これはも,うもちろんあの兄弟の、のょうのあの霊長学の先生も言ってはったけど、やっぱりスキンシップというか、身体と身体を触れ合うということが、やっぱりすごく哺乳類には必要なわけで、精神的に変調をきたすと思ってる人もたくさんいると思いますよね。 は新しくあ,のある政策会社の社長に僕、呼ばれてね、どうしたのって言っな、うん、名古屋先生今お金ない、はい、もう公園も口座もないので、お金ないで、うちとこの若い者にちょっと口座してあげてって言ってね、うん、多分僕を救ってくれるために言ったと思うんですよ、うん、そしたら10人ぐらい、それぞれ3店2メートル離れて、新しく入った人がいきなり制作会社に入ったのに、家、自宅勤務なんですよ。 でそういう人にずっと僕は1時間半ぐらい、まあ、途中で休憩して風邪を入れ替えてやったんですね、で最後、本当にみんな分かってくれてよかったと思って、その社長と、もう社長、この後手拭から握手しようって言って2人で握手したら、<laughs> その社長が、あ妻とも手を握ったことがなかったのに、<laughs> 男同士なのに感動しましたで僕もやっぱり感動してるんですよ <laughs> やっぱりそうですね、し身体的な接触と、やっぱり気持ちって。そう ねえんなんかもうそのね社長のぼつぼつした手が <laughs> もうね熊の手のようななんか高級な <laughs> なんか食材 <laughs> 熊の<手> <laughs> もうほんまに肉球のように感じて本当に感動して <laughs> だからねやっぱりそれはね本当にかん大変なことやと思います本当に、ね、今手元にはあの、まあ、ライブハウスとかその 夜の接待業も含めてですけども京都のいわゆるお茶屋さんのお座敷遊びも、うんえー、お酌とかお座敷遊びはなしで再開って、うん、じゃ、うん、何を再開するんだろうっていうふうに思うんです,、ね、んですからねどうなりますかね,、うんですかね まあそれこそのライブもそうですしまあ音楽、芸事芸術の世界も何かしら本当にねそのお商売だまあそれをお仕事にされている方も大勢いらっしゃいますしどんなふうになっていくかということも含めてまた近いうちにちゃんとどうですかね、今日あの3人離れての辺境ラジオ1時間でしたけど内田先生、いかがでしたですか。いやあのえー 結構話せたけども、やっぱし顔が見えないと、うん、あのほら、まあ、ちょっちょっといいですか。っていうのあるじゃないですか。あの相手の話が終わる。ちょっと前ぐらいに言うと、そうすると、えー、あ次話したがってるから話を早く巻こうとか思うけども、えー、そのサインがお互いに出せないっていうのが辛いですね。<laughs> <laughs> 中先生、どうですかあのその割には3人呼吸が合ってて、ええ、やっぱり変態だなと思いました、ね <laughs> あ,まあこれも10年という積み重ねのなせる技そう,そう10年やってるんですかう10年ですよそう,そうはい、まあ、あ次回はぜひスタジオでに出るようひ集まってもう。まあ いつもだとこの後打ち上げに流れ込むという形になるんですがそ,です、ね、それもない、うん、この後内田先生、どうされるんですかあ今日はこれから晩ご飯でね、あのね大肉をいただいたので、<あ>これから大江牛のステーキを、あ<れ>ね、牛がね高級牛が売れないんですよね。 本当に大変なんですよ,で,すよでもだからといってその景気回復策にお肉券を配るという案が出て<や>あれもんく <laughs> あれなんか蒸発しましたよあれいや言うてる場合か <laughs> そういうふうにね業界団体とかが、ね、そうよそんなこと言っても花だって売れてないしね,な何でもねだからいずれその業界の産業振興が必要な時は来るんでしょうけどみんなが息苦しい世の中だって言ってる時に あの話を出すセンスのなさっていうのはあると思います,うす本当にセンスあるです、ね、あの本当に正常性バイアスかかりすぎですよね本当に真剣にあの、ね、危機的な事態だと思ってないっていうの丸見えですよね はいえー、という状況で、まあ、あの確かにおっしゃるように1時間どうなんだろう正直のこのリモートで音質が悪かったりいつものリズムが出ないねと思ってたらあの後半は名越先生のアルバムを聴いていただくっていうのもありかなと思ってたんですけど <laughs> なんでそれを早く言わないていうか今 CD 作ってます皆さんお<っ>もう8曲まで録音ができたんですけどすちょっと時代背景もあって曲を変えたりしてね、はい もうこんなにお金が入ってこないのに、まだお金使って、頑張っているので。はい、次回はぜひアルバムを聞いていただきたいと思います。そうです。そうですね。次回、はい、い,はいつ頃になりますか、ね。えっと、もう、あの、前も、あの、この話は確か三人でしたと思うんですけども。これが終わったら、すぐに次回の、あの、スケジュール合わせをしましょう。そうしないと、また、あの、半年とか経っちゃうんで。 ね、はい、えー。この後調整をして次回は三人揃って、はい、同じスタジオでお話をできればと思っております。はい。はい、楽しみにしております。はい。田先生どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。小林先生どうもありがとうございました。